富豪層とは、日本の歴史学会において、律令制末期にあたる平安時代初期の農村において、市営殿や私水庫、商業活動などを運営していく過程で、律令制的な土地支配を解体に導いたとされる在地の有力者を指す概念。当時の六国市や大乗官府などに登場する富豪の、やからと呼ばれる人たちを概念化したものであるが、地方に下校、土着した。 中華級貴族やその末裔、軍事、多型な、不老など様々な身分に属する中間的な階層より構成されていたと考えられている。私的な経済活動によって資産を増加させるとともに、それによって生じた債務、雇用関係を通じて、反伝農民を次第に支配下において、下人、所住などの形で再編し、時には律令政府や国家に反抗し、 在地領主としての地位を確立していったとされる。1960年代に戸田義美が石本正が唱えていた在地領主論を批判して小規模経営様式の解体によって誕生した一部の反田農民の上昇による富裕層が形成され、やがて市営田領主などに転換されていくことを指摘した。以後の古代の立領制土地支配解体の過程と、 中世の土地制度成立の過程の研究をめぐって、議論が行われることになり、戸田の説が注目されることになる。ただし、戸田の説も全面的に支持を受けているものでもなく、戸田や石本の研究を取り入れながら研究が進められることになった。ありがとうございます。